どうも、よくさいです。今日はですね、ここ、京ヶ瀬村ですね、旧京ヶ瀬村、阿賀野市ですね、今ね。ということでね、こちらはね、中学生たちがね、やってるけどね。じゃあ、行ってみましょう。おーす、 YouTuber。ということでね、今週のゲストです。どうぞ。はい、じゃあお名前と所属道場お願いします。はい、不死鳥道場所属、凌介です。おーす、お願いします。じゃあね、じゃあちょっとここあれなんで、座れるとこでも行きますか。はい、おーす、行きましょう。あの、京ヶ瀬の先輩は多分、これを見て喜んでると思います。京ヶ瀬の先輩、昔はなかった遊具がたくさん。あ、そうなんだ。あ、何もなかったんだ、昔は。そう、昔はあそこ何もなくて。はい、ということでね、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。ということで、ここはじゃあ どこにありますか。京ヶ瀬中学校のグラウンドの前の、はいはいはい、京ヶ瀬図書館の中の近くにあるふるさと公園、隣ですね。併設してるというか。はいはいはい、さっきね、中学生いましたね。中学生いましたね。元気にね、声かけてきましたね。はい、いっぱいでいいですね。じゃあ、地元がここってことですか。そうですね、京ヶ瀬中学校出身で。はい、そうなんです。じゃあ早速、格闘技始めたきっかけは何だったの。きっかけですか、うん、恥ずかしいんですけど、まあ、恥ずかしい。もともと実は格闘技始めたら結構古くて、小学校3年生からもともと柔道やれたんです。柔道なんだ。はい、柔道やってて、まあ、始めたきっかけはですね、うん、ドラゴンボールでして。あー、でもね、はい、意外と多いよ、それ。やっぱアニメから入ってきても。でドラゴンボールで道着が着たくて。あ、そっち。はい、俺どうしても道着が、あの、亀垂れてるのかっこよくて着たくて。で、なんか道着着るのって俺柔道しか知らなくて、当時。ああ、そっかそっか、はい、空手ではなくて分かんなかったんで。何も分かんなくて。柔道の方が分かりづらそうだけどね、小3ぐらいだとね。なんか、京ヶ瀬中学校出身でオリンピック選手がいるんですよ、メダル取った人が。マジで柔道の。めちゃめちゃ前なんですけど、シドニーだったの。野瀬さんっていう方がいらっしゃって。京ヶ瀬出身なの。はい、もうめちゃめちゃ古いですけど、めちゃめちゃ古い。まあ、まだ今もご存じ。でもシドニーでしょ。はい、すごいね。頭やったかな、忘れたんですけど。あと、いつだったか忘れちゃったんですけど、まあ、オリンピック選手が行ったっていうせいなのか、それとも中学校の道場が新しくなったとか、まあ、いろいろ理由を考えられるんですけど、まあ、なんかわかんないですけど、柔道しか知らなくて。で、道着が着たくて柔道始めて。それなら、親になんか道着着たいから始めたいって言ってた。いや柔道したいって言って、慣れようとしてなかったので。そしたらなんか、投げられるけど大丈夫なの、痛いよって言われた時に、まあ、そうだよね。隣の部屋にいて、自分の中で転んだりなんだりしてみて、大丈夫って言われて。いいね、いいね、小学生らしくていいね、はい。うん、で結果的に始めて行ったら、まあ、道着がまずオレンジじゃないと。あ、まあそう。オレンジだと思って行ったの。はい。すごいね。ああ、そうなんだ。はい、イメージと違うなと思ったんですけど、まあでもたまたまその幼稚園の時からの友達とかもいて、あ、 そっかそういう余裕も絡まって、まあ、あの、そのまま柔道を始めるという形になりました。はい。で、柔道はいつまでやった。中学校3年生まで。あ、じゃあ結構やったんだね。そうですね、結構やりました。部活もってこと。そうですね、中学校3年生柔道部があって。柔道どうだったの。めちゃめちゃ弱かったんですよ。いや、弱かったんだ。めちゃめちゃ弱かったです。で、弱かった小学校6年生ぐらいまではすごい一生懸命やったんですけど、なんか中学入ったら、なんかこう、その1年生の時は3年生が強くて、すごい一生懸命、まあ、それなりにやってたんですけど、まあ、2年生になった時に、その1個目の先輩とかと結構なんかこう、なんていうんですかね、あんまりその1個目の先輩とかもすごい、おい、柔道やるぞっていう感じじゃなくて、割とこう、なんかこう、エンジョイな感じ、はいはい、で、なんか先生も結構、まあ、他のお仕事とか忙しくて、あんまり道場にも。顔を、そういうことね。なんか自分っていうのは人のせいなんですけど、完全に自分がただただ遊びに流れたというか、他の遊びを覚えてしまって、まあまあっ、ね、いろんな友達ができて、まあまあ、分からんでもないからね。あ、そういうことね。で、完全に柔道がすごい中途半端で終わったんですよね。中学校3年生の引退の時もなんかすごい結果も出せず、練習も中途半端、試合も中途半端で、全てが中途半端で終わっちゃって、
で高校行って続けようかなって悩んだ時期もあったんですけど。で結局高校は何かしてた？いや高校はキックボクシングをやってました。あもう中3でもうキック始めたんで。あれそうなんだ。はい、もともと不死鳥道場じゃなくて別の水原のとこで週1でやってるとこがあって、そこに友達に誘われて。あそうなんだ。はい、へえ、まあ、それもまあ行き始めたのは完全にバキの影響なんですけどいいねいいね、バキバキ読んでて打撃とかも面白そうだなと思って、ちょっと組み技じゃないのもやってみたいと思って。そうな、じゃあ中学校の時からやってたんだ。そうですね、そうですね。まあじゃあちょっと受験だったんだって言って12月ぐらいで1回離れてってぐらいですね。うん、で不死鳥道場じゃあいつから？で高校1年生ぐらいの時。あじゃあ結構すぐ行ったんだね。に確かはい、時メッセで、うん、あのシュートボクシングの大会があったんですよ。ああはい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 。あれ中学生自分。はい、自分中1ぐらいだった。マジで？そんな昔だったっけ？はい。あそう。はい。その時にその週1で通ってるところの人がたまたまこの大会のチケットを持ってて、はいはいはい、どうみたいな感じになって、でなんやかんやで行かせてもらう形になって。見に行ったんだ。行きました。でその時に隣の席プロの人だから。一緒に話してみたらいいよみたいなこと言われて、すごいドキドキしながら行ったら塚野さんで。隣の人が。はい、隣に座ってた人が。座ってたっていうか、その、まあ、紹介、まあ、紹介してくれた方が。はい、でまあ、ね、で塚野さんと、まあ、当時塚野さんの教え子だったこと2人で見に来てて、うーん、で塚野さんとその時初めて話をして、でまあ自分もちょっとプロに憧れになりたくてみたいな話をしたら、まあうちの自分遊び来たらって言われて、いいんですかって言って、はい、それがきっかけだったんだ。はい、きっかけで通わせてもらって、でそうですね、でそこからずっとお世話になってるっていう形です。正式には高2くらいからかな。高2くらいからです。あそうなんだ。17歳ぐらいだとは思いますね。今どこで戦ってるの？今一応ランキングに入ってるのは J ネットワークっていう団体。あ、J ネットワークね。はいはいはい、はい、でもまあ所属、ジムが所属、あそこはフリーでもランキングに入れる。もともと今確かのりおさんにオファーが来て、ああはいはい、社のオファーが来て、塚野さんがのりおさんどうだってなって。それは どこの団体だった？それは多分聖域っていうのりおさんがチャンピオンだったんで。ああはいはいはい、あったね、はい、はいはい、でその時にまあ自分もまあウェルターで出る人いないって言われてるけど、りおすけ出るって言われて、まあプロになるのも夢だったんで、ぜひって形でが、まあ、デビュー戦。そうですね。それいくつ？19。え、19だった。はい。へえ。じゃあもう6年もやってんの、プロで。そうですね。そうですね。すごいね、長いんだね。いやいや、もう試合しないで1年も経っちゃいましたけどね。あ、まあね、今ね、はい、コロナでないんでしょ。あ、まだ1年経ってないか。うん、そうですね。まあ、ないっていうか、ほぼほぼない、まあ、まあ難しい状況だよね、いろいろとね。まあ格闘技やってて、まあなんか辛かったとこととかあるエピソードなんか。辛かったことは。あ、そうですね、まあ、小さい言葉も、まあまあまあ、みんなそうなんでしょうけど、まあ、一番辛かったなって思うことは、振り返った時に、まあ、デビュー戦負けたんですよ。そのさっき言った試合、はい、うん、デビュー戦負けて2戦目も負けたんですよ、うん、で負けと続いた時にが一番辛かったですね。俺もそうだった。それも、うん、プロデビューして3回負けたからね。はい、いや、そうなんですね。もう終わったね。いや、俺も本当にもうダメだ。いや、ね、思いましたね。まあそれ、まあ自分が勝てないっていうのもそうですし、まあそれ以上にまあのりおさんが勝って輝いたんです。すごい羨ましかったんですよね。ちょうど、まあ、チャンピオンになる。そうですね。相手がチャンピオンにぶつけられてものりおさんをバーンと倒して、で自分は負けて。で次の試合もノリさん勝って、で俺も負けてみたいな感じでこう、全然そうやってノリさん先輩だし、俺らも全然強いんで、もう俺が勝てるわけないのは分かってるんですけど、ただ羨ましいが強くて、まあ、当時は本当に、はい、だから、そうですね、まあ、自分の実力不足が全ての原因ではあるんですけど、やっぱり、ショックの世界だからね、なんか勝ち負けってやっぱあるからね。まあ、分かった人がいれば負ける人がいて当たり前なことなんですけど、分かっているんですけど、やっぱり特に2戦目はなんかこう完全にこう実力、まあ負けたんで、結果的に実力で負けてるんですけど、けど
なんか絶対勝てない相手じゃなかったよねっていう、そう、あ、分かる分かる、そうですねっていうのもあって、まあ、完全に自分の心が折れて負けたような感じだったので、はい、結果も残せずで、まあ、失言量だったり練習だったり付き合ってる人にも申し訳ない立たず、それもあるんだよね、はい、やっぱこういろんな人が協力、ね、してくれてるから余計なんかね、これ結果が出せないとね、こう、はい、あるよね、チケット買って応援来てくれてる人もいるし、でなんかこう、そうですね、そこはすごい、そこからでもどうだったの、2連敗してちょっと落ちて、はい、どうだったけど、まあなんていうんですかね、でもまあ、不死鳥のみんながこう、そこで腫れ物扱いするっていうよりは、なんか、結構、こいつ負けちゃってたみたいな、こうなんか割と楽しい感じだったんで、まあまあ、そうだね。生きやすかったのはあったかもしれないですね。まあ、まだ若かったろうしね、二十歳ぐらいってことでしょ。19ですね。19、20歳ぐらいですね。そうでしょ。まあまあ、そう言ってくれた方がね、まだね、いじってくれた方がね、そうですね、まだそうですね。そう、あ、じゃあそれから、まあ、またね、はい、頑張ったわけだ。そうですね、そこから、そうですね、そこから勝って、勝って、勝ち負け負け勝ち勝ち負け負け負けが出たのか、ああまたそうなんだ、また負けに入って、はい、でそこから待って勝ち始めてみたいな形でしたね。まあね、やっぱ負けるとね辛いよね。そうですね、すごいすごい経験させていただいてるなっていうのは思うんですけど、うん、そうですね、やっぱり勝った方がいいよ。いや当時はやっぱしんどかった。しんどいよ、負けるとやっぱり、ね、今でもしんどいもん。負けたらやっぱこう気持ち的にね。そうですね、いやいや勝った方がいいんだけど、まあそ甘くないからね。そうですね、格闘技の世界、まあどの世界もそうだろうけどね、なんかね格闘技ってあれなんだよね、なんか、まあ、こう言ったらすごい偏見かもしれないけど、なんかみんなねちょっとやればちょっと俺 強いんじゃないかって感じになるじゃん、格闘技って割と、ね、まあそうですね、なんかどうなんですか、それ男だけなんですね。なんか俺女性はそんなことないのかなと思ってたんですけど、女性はどう、まあそうね、女性はどうなんだろう、だから自分は試合したことない時というか、まあ、中学校の時とかは、うん、ボクシングとかでボディで倒れる人見て、いや我慢せえと思ったんですけど、そうそうそう、いや無理、いや今思えばバカかと思って、そうそうそう、そうなんだけどね、なんか格闘技ってね、ちょっと俺本気出せばなんかスーパーサイヤ人になれると思ってるのかなっていう部分で来るじゃんね、みんなね、少年漫画のウォーみたいな。そうそう、泣けば強くなるじゃないか。何かがあるとすごい、そんなことはないんだよね、やっぱね、こう日々日々練習と日々努力していかないとね、やっぱ強く ね、そういう辛い、ね、思いをしてね、またそこでね、はい、やり続けないとやっぱ強くはなれないんだけどね、はい、いろんな、そうですね、いろんな体力だけじゃなくて技術だけじゃなくて心が、そうそう、まあ確かにでも心の部分は大きいとは思うけどね、他のスポーツよりはね、大きいですね、だから余計できると思うのかな。もうありますよ、でもそこが一番大変、大変なんだけどね。一番大変、一番ね、本当そうなんだけどね、自分もそう思いますね。そうそう、まあね、どう塚野さん、じゃあ中、まあ高校生というからずっとじゃあ、はい、中学校3、高校3、2年生かな、はい、ここどうだったのその時から、怖いイメージあるけど、いや怖かったです、ね、今怖かったですけど、いや自分は今その不死鳥道場のスタッフとしても雇ってもらってるんで、そうだよね、今スタッフだよね、それはえ、まあ社員みたいな感じなの、そうですね、じゃあもう完全に不死鳥道場だけでやってる、そうですね、食わせてもらってる、すごいね、だから本当にあのやっぱり怖いですよ。まあまあそうだよね、まあでも当時その時まだ現役だったよね。そうですね、でもなんかこう、なんていうんですかね、なんかこう優しさが深い人で、なんか難しい感じのこと言ったね今ね、こうパッて好かれようと思ったらパッて優しくすればいいじゃないですか、本当に誰かのためを思ってわって叱るっていうのはやっぱり嫌われるじゃないですか、すごいここまで、いや嫌われるし多分、うん、まあ、怒ってる塚野さんが多分一番痛いのかな、あすごいね、そこまで、いや俺も本当ほぼ受け入れずに、いやでも、まあ、でもすごい、そこまで感じで入れてるよ、でだからやっぱりなんかこう、まあ、もうなんていうんですかね、なんかこう怒られてすいませんっていう言葉しか言えないこともなんかこうなんていうんですかね、なんかこう、なんかもっと違うこともないのかなって探すんですけど、なんかこう、そういうことね、なんかこう、まあ、やってしまったミスで謝る
のもそうですけど、それよりもまあそういう怒らせてしまったことに対してすごいすごいね、厳しくなりますね、いやでもやっぱそれはでも選手の時、選手の時っていうか、もともと選手、今も選手ですけど、でも従業員になってからの方がやっぱ深く感じますし、ずっと誰かを導いてきた人なので、本当にやっぱり尊敬してるすごい、すごい、いいじゃない、そう、いやいやいや、いや 俺なんてこれ浅いからさ、いやそんな俺は浅いからさ、そんなことない、そんなことない、さっき言った逆パターンでさ、だから本当に、ね、こう優しくして、いやいやいや、それもすごい大事だと思うんですけど、いやでもそうやってね、いやそうや、すごいね、そうやって、お素晴らしい、いや本当だからもう、まあそうですね、だから多分普通の人がパッて塚本さんに対して怖いっていう怖いよりも俺の方が多分怖いと思ってます、あだから塚本さんに対して怖いと思ってるのは多分他の人より多分、あそうだろうね、分かんないですけどね、多分そうだと思う、他の人がどう思ってるか分かんないですけど、それはまあそうだよね、いや俺もうめちゃめちゃ怒られましたよあそうだな、やっぱでもそれは多分今思えばですよ、なんか俺はもうまあ今もそうですけど怒られもすごい、まあ、ダメだ分かったって思うんですけど、もうめちゃめちゃ俺結構あのへこむ、すぐへこんじゃうの、うん、ってなっちゃう、なんかもうカーってなっちゃうんですけど、うん、今思えばお前ならもっとできるだろうっていう意味なのかなって、あまあまあね、そうだね、まあだから今があるんだろうしね、そうですね、いいね、いやいや本当ポンコツですけど、いや本当自分ポンコツ、やっぱりでも見捨てたりしない、あまあまあなんとなくわかる、まあ、なんとなく感じ、そこからお前が出たのかもしれないですけど、けどやっぱりいやでもそこまで、ね、そこでやっぱついてくる人もいれば、まあ、ついてこれない人もいるわけじゃん、あ、まあ、ついてこれないというか、まあ、まあもうやめちゃうっていう、うん、でもそこでやっぱやめずにね続けたっていうのは、なんで続けたの、ずっとなんかあったの自分の中で、うーん、まあ応援してくれてる方っていうのがまず一番ですかね、応援してくれてる方がいるのと、まあそのそうですね、なんか何何、まあ、カットするけどもしちゃってな、そうですね、まあ塚本さんの、まあ、愛情感じてるっていうのもそうですし、先輩からの愛情だったりとかもいろんなものを感じてて、期待に応えたいっていうのもまあありあ、ね、もうがまあありますね、一番ですね、まあ、まあ、ここももしかったら来てもらえればいいんですけどこ今の、いやいや、これから喋るってことは、まあ、あの同級生が死んでるんですよ、僕、あそう、中学校3年生で、それがやっぱ中学校の大きな思い出 で、で同じ柔道部ですごい仲良くて、で海で亡くなっちゃったんです、泳いで離岸流に飲まれて、本当に亡くなっちゃって、まあ現場には俺いなかったんですけど、なすこともあったりして、なんかそうですね、やっぱそこでお母さんがいつも俺の試合応援来てくれるんですよ、ああそこその、うん、友達の、はあ、お母さんがいつも俺の試合応援来てくれて、花束くれたりとか、頑張ってねって言って、いつもずっと負けてる時でも勝ってる時でもずっと応援してくれて、試合の結果よりもまあ怪我しないで帰ってきてくれと、あまあ母親もう第二の母親みたいな感じなんですよ、まあまあまあでも、うん、まあちょっと重ねる部分はあるのかもしれないしね、その自分の息子とね、そうですね、だからまあ俺ももう半分母ちゃんと思ってるんで、へえ、ね、初めて身の回りの人が死んだんで、あそっか、まだ家族も生きてるんで、あそっか、まあまあ世代的にはやっぱアニメゲームの世代なんで、あ本当に時間って戻んないんだと思って、あ本当に人って死ぬんだっていうのを初めて感じました、あそうだ、ね、しかも同級生で中学生の時だもんね、そうですね、なんか何事もまだやり直しが効く時期だったので、あそうかそう、柔道負けてもまあ次頑張ればいいじゃんみたいな、あ勉強したけど結果出なかった、次頑張ればいいじゃんっていうタイプ、ずっとそういうタイプで、まあ、次頑張ればいい次頑張ればいいっていうのをずっとやってきて、パッて人が死んだ時に、あ次どうしようもないんだと思って、そうだね、あもうああもうあもうダメなんだ、あもうあえ終わりみたいな、だからみんなでもやっぱ自分が一番子供だったので、身の回りの人はやっぱりその死を受け入れるのが早かったですよね、すぐ泣いてたんで、あ俺はまず信じれなくて、あ1週間ぐらい、まあ、2、3日ぐらいは泣けなかったですね、なんか寝てるぐらいの感じだったんで、あまあね、まあ、起きてくるんじゃないかってね、まあ、ね、本当綺麗な顔で、ね、学校また来るんじゃないかとかね思ってたんで、そこでやっぱりそれをやっぱり完全に受け止めたくなかったんですよね、で受け止めた時はやっぱりショックで涙も止まらなかったし、そっか、まあそうだ ね、 ね、そういうのもあったわけだね、そうですね、やっぱそういうふうに、まあ、人生
回聞いたもんね。そうですね、それを感じましたね。あ、1回なんだなと思って。そうだね、試合前なんて逃げたいよね。え、どうなの。いや、わかんないですね。逃げたいって、まあ、なんかこんな置いたら不謹慎かもしれないですけど、うん、マジなんか自信とかは思うよね。天才を意識しますね。なんかもう試合、いや、まあもうリングに上がってしまえばもう気持ちが固まるんだけど ね、 そ, うですね。もうその前まではね、なんか事故とか起こらないかとか思っちゃうよね。いや、本当不謹慎だけど、常に思ってるわけじゃないんだけど、なんかよぎっちゃうよね。やっぱ心配だしね。なんか格闘技やってる人はほら、まあ、テレビで見てる人たち、テレビでやってるほらね、選手たちはほらやってやるぞとか、まあ、あれはまあいわゆるビッグマウス、まあ、そうあるんだけど、まあ、本質はね、これなかなか伝わらないんだけど、やっぱやってない人に言ってもね、もう本当にね、もう本当ね、つらいっていうか、もう本当にね、こうそうですね、なんか天才を意識することもなんか要は逃げたいんでしょうね。っていうと、そうそう、逃げたいんで、あと本当に俺こんなことしてんだろうって、そうそうそう、いやだと思います。辛い練習してね、減量してね、やっぱ逃げたくなるんだよね。そうですね、やっぱそこは自分の弱いところだなと思うんですけど、いやでもみんなそうでもやっぱ続けるっていうのは、やっぱその先に何かがあるのを知ってるからね。もう、そうですね、自分もね、もう知ってるだろうし、もうそので試合にもし勝ったらね、それの何倍を超えるこうね、うん、本当に、あ、多分まあお金じゃ買えない興奮だ、こういうことだなって思うぐらいやっぱり興奮しますね。そして全ての人がね、なんかこう祝福してくれて、はい、まあ、すごい本当ね、なんかやっててよかったっていう気持ちを知ってるからね。そうですね、そこをもう一回頑張れるんだよね。そうですね、確かに。今後の目標とかある？目標ありますね。もちろんチャンピオンベルトを巻くっていうのは、まあ、そうだね、もちろんのベル目標の一つですね。っていうのと、まあ、柔道やってた時、やめた時に思ったのが、なんか、まあ、それ中途半端でやめちゃったんで、なんか自分の中でなんか、あ、もうこれ以上強くなれないんだなって思うとこまでは続けたいですね。ああ、そういうことね。あ、もうこれ以上は多分俺はやっても、まあ、その自覚ができるタイミングがいつかは分からないんですけど、まあ、難しいけどね、その、うん、引き際ですね。はい、俺なんて引き際の分かんないからまだやってる。いやいや、でもそれはまだ自分に可能性感じてるからじゃないですか。いやいやいや、あ、もう、あ、これ以上はやっても無駄なのかな。無駄じゃないですよ、無駄ではないんですけど、もちろん何かあると、まあ、難しい、まあまあ第二の人生まだあるからね、はい、思うんですけど、そうですね、まあ、うん、あんまり、そうですね、それが目標ですかね、自分の中で、まあ、書くとき、まあ、このように言ったら身も蓋もないかもしれないですけど、まあ、自己満じゃないですけど、まあ、ね、まあ、まあ、でも自己満だからね、はい、自分の中で、あ、もう、いいのかなっていうタイミングがあれば、そうですね、そこを目指して、最も強い自分になることがやっぱり一番ね、目標ですかね。じゃあ道場行って、はい、じゃあ最後スパーリングしますか。はい、おーす、お願いします。お願いします。よいしょー、よいしょー。はい、ということでね、いや、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱね、現役のプロキック選手はやっぱ強いですね。いやいやいや、強かった、楽しかった。いやいやいや、俺も楽しかったです。そしたらね、最後じゃあ一言あれば、はい、どうぞ、告知でも。はい、福島道場所属で、インストラクター兼プロのキックボクサーやらせていただいてます、日々ね、いろんなお客様がぜひ、福島道場に来てくれることは非常に嬉しいですし、ありがたいです。いつもありがとうございます。師匠である、塚本さんや先輩たち、コーチの皆さん、そして、通ってくれてるキッズの皆様、キッズたち、皆様どうしたかいつもね、みんなで、チーム不調として一丸となって、練習できるような環境が非常にありがたいし、みんなのことがいつも刺激になってます。これからも、不調道場をみんなで盛り上げられるように、不調道場だけじゃなく新潟県全体の、格闘技を盛り上げられることができるように、武力ながら少しでも力になれたらと思います。皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします。おーす、すごいね。え
やっぱりあれおしゃべりの方もね塚野さん譲りです。いやいやいや素晴らしいじゃないですか。女の子の子喋れませんよ。いや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 、すごいですね。まだまだ本当に。はい、ということでね、これ横斎チャンネル T シャツですので、おーすごい、はい、皆さんありがとうございます。来て宣伝してください、はい、お願いします。いただきます。ありがとうございます。じゃあね、最後恒例の横斎チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。おーありがとうございます。ありがとうございます。もらいました、ね、塚野さんの、ね、弟さんがパティシエってことでね、空気大量にいただきましてありがとうございます。